伊藤現場は戦国時代の武士、武田信玄に仕えた二十人頭の一人、紅葉軍艦に記載されている。紅葉軍艦品第十七には武田保守省院、信玄公五層人数のこととして武田信玄の家臣団について記載されており、伊藤現場はその中における二十人頭の一人である。二十人頭には十名が掲載されている。この 品第35には、A62 年の、三瀬峠の戦いにおいて、敵の武者を同僚と共に生取ったことが記載されている。武田氏滅亡後の伊藤現場については、次の3説が見出されている。1、韮崎市下官によれば、伊藤久保に泊まり、昨日した。伊豆の伊藤助地下の後と言われる、現場上有事は、信玄の時、二十人頭となった。 主家没落の後徳川家に仕えたがゆえあって自死、機能して子孫は村役人を世襲した。新井田光太郎の説では、死なのに選挙し、機能した。次は十字、伊藤玄馬という武田家滅亡の後老人死と小坂の里に選挙、機能してという地名がある。三味と半重心の伊藤智も玄の子孫である伊藤家に、残る伊藤家図によれば、二十人頭であった。 伊藤玄馬雄介は、武田勝頼の最後となった、天目山の戦い3月で打ち死にした。その子である清重が越前に至り、後に、結城秀康に仕えた。水戸藩の変年史書、水戸記念には、以下のように記載されている。原文、新君、岡崎平米工寿、伊藤玄馬智玄を、捨て公家の新たらしむ、智玄派発越前に重視中納言秀康教にし、 空間岩区計算にも伊藤氏のこと女姫、えたれとも公用軍艦に、信玄の二重人頭に、伊藤玄馬ありその後越前にし、越物ならん加現代語訳、新君は岡崎綱十、伊藤とも玄、他二名を一行の家臣とした。とも玄は、はじめ越前において、結城秀康に仕えた。小宮山楓県では、水府計算にも、伊藤氏のことが、このように書かれているが、 紅葉軍艦に信玄の二十人島に伊藤現場の名がある。その後、越前に移って士官したのであろうか。という。石川清明、水戸記念、徳川家康に仕えた武田維新の数は、武田武氏の系譜によると千数百人とされ、同書には各種資料から集計した千百七人の名前が掲載されている。それを紅葉軍艦品第十七と称号すると、 二十人等十名については、四人が確認できる。山梨県にいらさき市、穴山町に伊藤久保という地名がある。七里岩大城の東部にある要害の地で、古くから武将の居住地に適していた。天正九年の武田勝頼による新浮上追記の際には、穴山の各集落に家臣団の屋敷を廃したとされる。伊藤久保の地名の起こりは、 伊藤現場の屋敷があったことによるもので、海の国史には、伊藤久保と古配投資の巨書武田の二十人島に、伊藤現場ありこじより、関取での在たる所な乱海今も、同氏の物王氏とある。海の山城と、館城間北部、中部編によると、集落の東部、道家坂取で後に隣接する地が、伊藤現場屋敷跡に否定されている。なお、同書は、 伊藤現場屋敷跡から南へ100メートルほどのところに、伊豆の伊藤からやってきた武田氏の真の伊東氏の屋敷があったという伝承も記載している道家坂取では、天正神後の乱において、北条氏直が布人した若見古城に対して徳川家康が儲けたとされる。海の山城と、館城間北部、中部辺には道家坂を登り切った位置になり、 この大地への道路を見張るには最適の場所である。この屋敷続きに同家坂取りが構築されたと思われ、伊藤久保の氏族がその守備に当たったことが想像される。とある。戦国史料総書3紅用軍艦、上艦、甲中、磯貝正義、服部春則、人物往来者。P325 戦国史料総書4紅用軍艦、中艦、甲中、 磯貝正義、服部晴則、人物往来者、P251、伊藤助地下のことと考えられるが、原文のまま引用。原文は、韮崎市下官 P436、飯田幸太郎、諏訪市両名家系府、歴史図書者、P232 茨城県、江戸、水戸記念。 茨城県資料金星政治編一 p 四百三十六同値は、上記一説による子孫の所有地と同所に記載されている。上記三説において、現場は、伊豆の伊東市の流れである日向、伊東市の出身で、同族を頼って、買いに至ったと記載されている。買いの国史に、神語の地震祖の鳥出岡、蹴られし、後あり五年府に九月十一日和歌、御子に対して作用率、 するとあるはずところ、なるべしとある、上記二節による、道家坂取で衛の番頭と符合する。なお、同家坂取では、新不城跡の北方、約 2km にあり、新不城の外郭防衛ラインである能見城防類の、東端にあたる。ありがとうございます。